はい、みなさんこんにちは。始まりました。はい、今日もですね、今中かなの今何かなが始まります。今日はですね、ちょっと雰囲気変わってこちらのスタジオからお送りしております。ちょっと場所を変えてですね、はい、本日は収録に臨んでおります。まあ、本当に第1回目から始まって2、3ととっても好評で、みんないつも見てるよっていう連絡をいただくんですけれども、なんか頻度が 今中かなの今何かなだけ結構頻度高いねっていう風に言われます。まあ、いろんなニュースがね出てるので、本日も取り扱っていきたいと思います。ところでですね、皆さん第3回目の前回の放送見ていただけましたか？なんかこの辺にうさぎのキャラクターがいたと思うんですけど、私が一番最初に新居に来てうさぎを飼ったというふうにちょっとお話しさせていただいたと思います。白くて可愛いマルちゃんっていううさぎさん、うさぎちゃんなんですけど、それですね、これからちょっとキャラクターになってマルちゃんがこれから一緒に今中かなのこの番組に出演していただこうと思っております。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ちなみにオスです。最近の話題としては、これも前回ちょっとお話しさせていただきました。私ピアスとかイヤリングを集めるのが好きっていうお話をしたと思うんですけど、その時に今度友達とレジンの手作りピアス作りますって、はい、お話ししました。これです。じゃん。近づいた方がいいですか？ちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。こちらです。あれ、ボケてる。めっちゃこれです。え、めっちゃボケてる。こういう感じのね、ちょっとなんか大理石っぽいクリスタルっぽいのを中にドライフラワーの本物の花を入れてレジンで固めてっていうのをしました。まあ、とっても簡単だったんですけど、めっちゃ可愛くてテンション上がりました。あとね、これも作ったんですよ。このペン、これな、レジンで作るこのボールペンなんですけど、これもめちゃめちゃ可愛くて一緒に友達と作りました。まあ、今日はこれを使ってゲストの方のお話聞いてメモしていきたいと思います。それでは第4回目の今中かなの今何かな始まります。どうぞ。はい、それでは本日のトークテーマはこちらです。被害申告、旧統一教会信徒に対して行われる差別や迫害ということで、まあ、本当にこの2年間、信徒の中でもあらゆる声がありました。本日詳しく、教えてくださるのは家庭連合広報局の亀岡孝則さんです。お越しいただきます。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張されてますか？めちゃめちゃ緊張してますですよね。亀岡さんは今広報局で本部で働いていらっしゃるということですよね？はい、そうです。はい、実はですね、亀岡さんお久しぶりですよね？はい、はい、以前京都で教会で一緒に少し活動していたことがありましたよね。そうですね。あれ何年前ぐらいでしたっけ？もう 5、6年ぐらい前になるかなと思うんですけど。そんなに、はい、そんなに前だったんですね。当時の今中さんの印象を結構僕今でもしっかり覚えてるんですけど。どんな感じですか？2つほどありまして、はいはい、1つ目はまずすごくエネルギッシュで優秀な女性だなというのと、もう1つは、はい、
年上の方とか、はいはい、立場のある方に対しても全然物おじせず、言うべきことをバシッと言うみたいなマジか、そういう印象があって、まあ 私、ね、はい、私には結構そういうところなかったので素晴らしいなと将来大物になるだろうなと思いながら見てたら、いや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 、早くも20代でこんな冠番組をいやいやいや大丈夫ですか、なんかめっちゃ無礼なこととかしてなかったですか当時。あ、全然なの、はい、学ぶことばかりでありましたいやいやいや、なんかあれですか、もうお子さんもいらっしゃるって聞きました。はい、そうですね、去年生まれて今10ヶ月で、はい、めっちゃ可愛い、もう家中のあらゆるものを舐め回して動き回っておりますちょうど立ってあ、そうですね、立って捕まり立ち し、はい、しながら、可愛いですね、毎日癒されてますね、なんか最近あれですね、この今中かなの番組取り扱ってても本部の方が結構若い、若返ってるんだなっていうのがすごい印象的なんですよね。あ、そうかもしれないです、確かに結構20代の方多いですね。広報局とか他の部署にでもやっぱ見ますか、20代の。あ、はい、たくさんいます。たくさん、はい、すごい。今中さんも気軽に遊びに来ていただけたら、あ、ぜひちょっと遊びに行こうと思います。もしもし亀岡、亀岡さん、今日は一緒に語りましょう。まあ、報道などの影響によってこの家庭連合の信徒の方々が受けたさまざまな被害がこの報告されたと思うんですけど、その件数をちょっと教えていただいてもよろしいですか。まず、一つ目に、信徒個人が受けられた被害の報告として上がってきているのが5つほど、分類するんですけど、まず身体的な損害を含む被害、例えば暴力を受けて骨折したとかですね、体を壊して通院されているとか、あるいはご家族が自殺された、そういった被害が、12件ほど上がってきております。うわ、でそれから、器物損壊とか物品を、捨てられたとかですね、物的な存在を含む被害が10件、それから不動産の契約を断られた、あるいは学校や職場で、差別的な言動を受けた、そういった差別の被害が27件、そして一番多いのが、罵倒、脅迫、迷惑行為といったですね、ものが107件、でそれからその他の被害が10件というふうになってまして、で信徒個人が受けた被害は全体で166件ほど上がっております。へー、の施設とか、教会として受けた被害の報告が、はいはい、全部で190件上がっています。うわ、器物損壊とか落書きといった、物的な損害を含む被害が7件、差別、自動車を販売してくれなかったとか、警備会社に断られた、警備してもらえなかったと、これが47件で、多いのが礼拝中にこの大音量で、こう抗議活動みたいな、そういった、罵倒、脅迫、迷惑行為といったものが118件あります。でその他としてマスコミがこう 突撃取材をしてきたというものなどがですね、18件ほどありまして、全部で190件、報告されています。ただこの190件という報告の中にも、個人と合わせると356件ですか、なんですけど、その中でもいくつかの被害をまとめて報告してくださる方とか、あとそもそもこの報告フォームが皆さんにまで行き届いていないというちょっと我々の不足もありますので、実際のところこれは、もう氷山の一角で、もっともっと多くの、こういう被害があるんじゃないかなと私としては思っております。確かに300件でも多いですけど、もっともっとありそうですよね。そうですね。私が結構驚いたのが、田中会長が以前記者会見をされた時に、どんな被害がありますかっていうので信徒の方々の被害の例をいろいろ言ってくださったじゃないですか。はい。その中で有名ブランドの自動車が家庭連合に販売を禁止しているっていう件も驚いたんですけど、もうこれって反社会的な組織として見られてるっていうことですよね。完全にこれ買えないってめちゃめちゃひどくないですか。
あ、ひどいと思いますね私も。あの、まあ、正確に言うと、はい、あの有名ブランドの、有名ブランド系列の中古車販売会社が、あの家庭連合名義で車を購入しようとした際に、販売してくれなかったと、まあ、いうものなんですけど、実際その販売会社の販売店の、担当者の方は、まあ、以前から付き合いがあったりとか、あの、まあ、販売店の方も車をこう買ってほしいとい う, あのうあ、ね、もちろんそうなので、もちろんあのその担当者は売りたいということで、あの契約書も書いて、で場合によってはこの代金の、入金も済ませた状態の中で、その契約書にもうハンコまで押したにもかかわらず、その後あの、その担当者から連絡が入って、あので、まあ、本社からの指示とかですね、まあ、その有名ブランドからの、某有名ブランドからの指示で、販売ができなくなりましたと、まあ、いうことで、その販売がこの、まあ、全てなかったことに、されたというあのものなんですね。ひどいですね。あのこちらからも抗議文を、まあ、送っても、まあ、回答がなかったり、まあ、回答にならないような回答が返ってきたりとか、まあ、そういう状況です、だってお金が足りなかったとか契約書にサインしなかったとかそうじゃなくて、もう全部済んでからやっぱり買えませんっていう風になった、そうですね、やっぱり担当者としても、はい、あのいい車が見つかっていい買い物ができたと、まあ、思ってたところで、まあ、こうなってしまったというものなので、その落胆も大きいと思いますし、やっぱり車って生活必需品なので。そうですよ、はい、ね、教会で公的に使う車ですよね。信徒の方々をこう送迎したりとか、そうですね、年配の方とか、そうですよね、うん、なんかね、悪くどっかに突っ込むとかそういうの考えてるんですかねそう、勘ぐっちゃいますよね思わず、まあ、あと被害の中で学校でも誹謗中傷の件があったっていうふうに聞いたんですけど、まあ、ある高校で、まあ、高校のテストで、まあ、その回答をこのなんていうんですかね、この並び替えみたいな感じで 並べていくと、統一教会クソっていうあの言葉になる、まあ、っていう回答書かせるっていうあの事例がありまして、それ本当ですか？回答の中で統一教会クソっていう回答になるように先生が作ったってことですか？という、はい、ということです、でそれで、あのその、まあ、生徒の中にあの信徒の生徒が、まあ、いらっしゃって、はい、でまあそのまあ、深く傷ついてあのおられたんですけど、あの、まあ、教会だったり家庭から抗議を、まあ、学校や教育委員会に、まあ、行って、あともう一つ私が驚いたのが、これも生活で必要なのになって思ったのが、あの、まあ、田中会長の記者会見の中で病院の受診を断られたケースがあるっていうのもおっしゃってたんですよ。保険証？あ、保険証にね、保険証の、中にあの、まあ、家庭連合として社会保険に入ってますので、あの家庭連合の名前が書いてあって、でそれを個人でやってる病院の方が、まあ、それを見て、まあ、ちょっとどんな理由かは、まあ、分からないんですけど、受診できなかったという件があるというのは聞いています。いやー、これ命に関わることじゃないですか。そうですね、だからあれですよね、信徒でもあるけど家庭連合で働いている職員はこの保健所に勤務先が書いてあるし、その子どもたちも書いてありますよね、はいはい、もうなんか人権がないみたいな、家庭連合の信仰を持っているともう非国民ですみたいな言ってるようなもんですよね。やっぱりこう家庭連合の信仰を持っているというだけで、はいはい、まあ、親族から暴力を受けたり、こう社会から差別を、まあ、受けたりするというケースが実際に日本の中で起こっていて、私としても、まあ、非常に今の日本の状況に対して危機感を持っております。あの家庭連合の公式サイトの、中にボイス信徒の声っ
というコーナーがあるんですけど、あー、ありますね、ホームページのところですね、はい、それを、まあ、担当しています、はい、まあ、こうやって集計された報告が上がってきた被害や、そういった差別を受けたという信徒の方のもとに直接、足を運んだりですね、あるいはオンラインでお話を聞かせていただいて、それをもとに記事を書いたりとかさせていただいています。じゃあ実際にその信徒の方々のリアルな声を聞かれてるってことですよね。はい。いや、どうですか、実際に被害に遭った方だったり信徒の方々の声を聞いてみて。目に見える分かりやすいこのものもあるんですけど、やっぱりそれ以上にこの内面に受けるこの傷というか、被害も、多く大いにあるなと感じていまして、大変な思いや、あるいはただこの被害を受けたというだけではなくて、例えば家族との関係の中でも、もっとあの時こうしてやれればよかったなと後悔しておられる方もいらっしゃいますし、そういう複雑な思いの中で、皆さんそれぞれ歩んでいらっしゃるなと。でもそれでもやっぱりそういうこの例えば暴力を受けたとか、あるいは理不尽な扱いを受けた中でも、変わらずに、この信仰に対する思いを持たれて歩まれている姿が印象的でありました。そういう中でもそれでも尽くそうと、ために生きようと、あるいは正しくこの生きようと、努力されているし、そういう直接触れればそういう姿を、見る中で、私自身が姿勢を正されるなと、毎回思わせていただいております。そういえば今年の2月にカテリングのプレスリリースで落書き事件っていうのを見て、民事と刑事両方で裁判に勝ってる事例があるのを見たんですけど、公式サイトでお知らせさせていただいたんですけど、はい、2022年の8月、愛知県内の2つの教会で立て続けに、スプレーでですね、赤い文字で大きく、カルトとか売国道とか教会の外壁に落書きをされたという事件がありました。でその犯人の男性はすぐに、警察に捕まって、でその後、器物損壊罪および侮辱罪で刑事で罰金刑に処されたんですけど、その後名誉毀損でこう民事裁判でも、家庭連合が訴えて、それがですね、このカルトという、表現が、家庭連合の社会的評価を低下させたということが裁判所で認められて、名誉毀損になったという事例がありました。で、その男性も、はい、この安倍首相の事件の後のもうこの一方的な、家庭連合に対するバッシングの報道を見てやったということで、供述書を見ても本人もこのあまり反省している様子もなく、という中でありました。ただただメディアのを見て家庭連合が悪いと思ったからスプレーで落書きしたんですか。そのように聞いてますね。やっぱりこのカルトという言葉が、名誉毀損になるということは、多くの人に知っていただきたいなと思うところでもあります。で、そもそもなんですけど、はい、カルトという言葉って差別用語なんですね。でアメリカでは実は放送禁止用語の一つになっているそうで、へー、そうなんですね。なんていうかこう品のある人は その言葉使わない言葉と聞いてます。で大体カルトってその話す人によって定義がバラバラ、つまり定義がはっきりしてないんですね。なるほど。例えば体に障害を持っておられる方に対しての差別的な言葉って今日本では、普通使わないと思うんですけど、そのカルトという言葉だけは使われていると。その言葉の中に侮辱的な意味合いも含まれているにもかかわらず、普通にこう使われてしまっているというところを見ても、やっぱりこう日本のという国のこの宗教に対する、感覚というのがやっぱりどこか足りないところがあるのかなと感じるところでもあります。いや、まさにそうですよね。結構メディアによってのイメージ操作っていうのが
すごいあるなっていうふうに感じるんですけど、なんか最近もう家庭連合は悪だっていうふうにしか報道されないじゃないですか、はい、じゃあその家庭連合って悪だから何しても許される的なこの社会の風潮に対して亀岡さんはどう思われますか？そうですね、まあ、それはおかしいと思いますね。で、まあ、そもそも家庭連合は悪なのかっていうところも私はすごく疑問に思っていて、まあ、私も祝福2世なので、物心ついてから20年以上この、家庭連合と、まあ、いろんな思いをこういろんな角度からですね、付き合ってきましたけど、少なくとも解散命令を受けるような団体ではないと思ってますし、このメディアの報道を見ても、あるいはこの政府の、解散命令請求にこの向かっていく、流れを見ても、まあ、一方だけの主張ばかりをこう見て、もう私たちの、家庭連合側のこう主張というものがなかなかこの、まあ、通じないというか、取り上げてもらえないという部分はあるなと思います。いや本当にそうですよね。まあ、最近 SNS での誹謗中傷とか、まあ、実際にこう被害困ったことなどあった時に、まあ、どういうふうに 対応したらいいのかなっていうのを、まあ、率直な亀岡さんの意見をちょっと聞きたいなと思います。SNS での誹謗中傷はですね、まあ、一般的にも増えてますし、やっぱり家庭連合の、まあ、信徒の方、家庭連合に関わる方の中でも非常に増えていると思いますね。で、実際にそういう、まあ、誹謗中傷といったこう被害に遭ったときに、まず第一に必要なのはこの証拠を残すということ。例えば相手がコメントを削除する前にそれをスクリーンショットして撮っておくということですね。で、その上で、まあ、一人で悩まずに、まあ、教会のスタッフだったり、あるいは、まあ、本当にこう問題のある場合は警察だったり報告をするということ、まあ、報告して相談をするということが大事だと思います。で、その上で、今この本部に対してこの報告する、まあ、フォームもあったりするので、まあ、報告していただいて、その上で、この情報開示請求だったりとか、まあ、そういった具体的な対処が、まあ、できるなとできると思いますので。ちなみにその報告ってどこにしたらいいんですか？教会の職員の総務部長とかスタッフに聞いていただいたら。そういうことですね。はい、本部が全国に、まあ、こう送っている報告フォームがあるので、そちらで報告してもらえたら、やっぱりこちらとしても実際に何がこの全国で起こっているのかということが報告していただかないとこちらもわからない部分もあるので、確かに報告はとてもありがたいです。今後広報局として目指している方向性などはありますか？はい、2022年以降、まあ、家庭連合がもう一方的な、まあ、様々なこのバッシングを受ける中で、家庭連合の評価あるいはこの信頼というものがもう ゼロというかもうマイナスの状態になってしまった部分はあります。ありますね。で、まずはまあ、そのマイナスになったのをゼロに戻して、でそしてもっと言えば回復、信頼を回復していけるように、できることを行っているという中であります。まあ、何よりもこの教会の、職員はですね、もう本部のスタッフも含めて、まあ、みんなこう信徒の皆さんのために、まあ、いる存在なので、まあ、皆さんと一緒に、頑張っていけたらと思っています。じゃあ亀岡さん、今日は本当に分かりやすく話していただいて、まあ、ちょっと緊張もたくさんしてたと思うんですけれどもたくさんのことを教えていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またお呼びするかもしれませんが、その時はぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか？家庭連合の広報局が出しているプレスリリースも下の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ皆さん見てみてください。また随時ですね、さまざまな家庭連合のニュースがありましたらこちらで取り扱っていこうと思います。次回の放送はですね、
大きなお知らせがありますので、皆さん楽しみにしていてください。ぜひこの動画がいいと思ったら高評価と、そしてまた青春オンザウェイホームのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。